家庭教師ヒットマンリボーンは、天野明アキラによる日本の漫画。週刊少年ジャンプ2004年26号から2012年50号まで連載され、一度も救済がなかった。全42巻。タイトルの家庭教師は、家庭教と読むのが正しく、家庭教師の読みは誤り。略称は、リボーン。2016年7月時点で、 累計発行部数は3000万部を突破している。テレビアニメ化もされており、2006年10月から2010年9月まで、テレビ、東京系列で放送された。2010年12月には、テレビアニメの続きとなる、継承式編が、情報番組、先読みジャンバーン、のコーナー、週刊、ボミックで、動画コミックとして放送されている。 プロトタイプにあたる同タイトルの読み切りを経て、連載開始。その読み切りは公式キャラクターブックに収録されている。連載当初は1話完結のギャグ漫画だったが、62話を、境に、バトル要素を多く取り入れ路線変更している。もともとは、主人公の沢田綱吉の心の成長を描いた、成長物語の一面も併せ持っている。 マスコットキャラと落ちこぼれ主人公、そしてその仲間たちが繰り広げる、ドタバタコメディ系統の漫画だが、同ジャンルの漫画が主要人物二人の友情と、信頼関係に重点を置くのに比べ、主要人物二人が、家庭教師と生徒の関係にある。キャラクターの一部に、自動車やバイクなどに関連した名前が付けられている。コミックス13巻から、イタリア語監修者。 アントニオマイッサがついている。2015年2月4日より、少年ジャンプで、期間限定で、復刻掲載が行われた。運動も勉強もダメで何事もすぐに諦めてしまう、うだつの上がらない少年、ダメツナこと、沢田綱吉の前に、家庭教師として現れたのは、ヒットマンを名乗るリボーンという名の赤ん坊。リボーンの目的は、ただ一つ、綱を。 イタリアンマフィアボンゴレファミリーの10代目ボスとして立派に育て上げること。9代目から依頼を受けたリボーンは頭を撃たれた者が撃たれた時に後悔したことを死ぬ。木で頑張ってしまうというボンゴレに伝わる悲難、死ぬ、気断を使い、素直、マフィアのボスにふさわしい人間とすべく教育を始める。波声中の古木委員が何者かに襲われ、歯を抜かれるという事件が続発した。 当初は、風紀委員のみという関係から、不良同士の喧嘩かと思われたが、被害は、風紀委員以外の生徒に及ぶようになる。リボーンはディーノからの情報と、抜かれる派の本数の減少を。以前、ランキング夫婦都市が作成したランキングをもとに、敵が、実はマフィアを追放された、脱獄衆であり、彼らが10代目候補である綱を狙っていることを、突き止める。 九代目の指令を拒否するツナであったが、首謀者六道無クを倒すため、リボーン、極寺、山本、ビアンキと共に、敵のアジトへ乗り込むことを決意する。六道無クとの戦いに勝利し、しばらく経ったある日、ツナの前に死ぬ毛の炎を宿した少年が現れる。彼の名前はバジリコン、ボンゴレファミリーの暗殺部隊、バリアーの一員スペルビンスクアローに追われており、 ボンゴレファミリー秘蔵のハーフボンゴレリングをツナに渡した。バリアーの目的は、バリアーのボスであり9代目の着手であるザンクサスを、ボンゴレ10代目にすること、そして、ボンゴレリングを手に入れること。ツナシュ護者7人と、ザンクサスがワシュ護者7人のボンゴレ時期後継者をかけた、1対1のリング争奪戦が始まる。 現在の自分と10年後の未来の自分を5分間だけ入れ替える10年バズーカ。その5社でリボーンが行方不明になってしまい、彼を探すツナも10年後に飛ばされてしまう。10年後の世界でツナは10年後に自分が死んだらしいことと10年後の仲間が白ン率いるミルフィオーレファミリーという信仰マフィアから命を狙われていることを知る。 5分経っても10年前に帰れない上、極児をはじめとする仲間や友達までもが10年後にやってきてしまう。最悪の事態の中、10年前に帰る手がかりを探すため、綱たちはリングと箱の力を使い、未来での生き残りをかけた戦いに身を投じていく。アニメオリジナルのシリーズで2009年7月18日から10月3日まで放送。 原作者である、天野ノ・アキラが監修。ミルフィオーレファミリーの日本支部である、メローネ基地にいたイリエ、入江昭一から、白蘭を倒すヒントをもらった妻と守護者たちは、10年後の、自分から託された、ボンゴレ箱を開けるために必要なアルコバレーノの7つの、印を得るために、未来から1時間去へと戻り、1週間でアルコバレーノの、試験を受けることとなる。アニメオリジナルのシリーズで、 2010年4月3日から放送。シロランとの決戦を前に、ツナたちのレベルアップの必要性を感じたリボーンは一つの賭けに出る。それは、10年前の世界に、ボンゴレアイオとそのファミリーを呼び寄せ、ツナたちが、真のボンゴレを次ぐにふさわしい人物かを彼らに見極めさせることであった。過去に、例のない、この賭けに向けて、アルコバレーノを、 家庭教師とした修行が始まる。ツたちが未来から戻って数日後、ツが9代目から10代目ボンゴレボスの座を引き継ぐ式典、継承式が迫っていた。一方、サカン中学校にイタリモン中学校から7人の転校生がやってきた。イタリと中の転校生たちとツの守護者たちは次第に仲良くなる。リボーンたち選ばれし7人が、 虹の赤ん坊、アルコバレーノになった原因を知る、鉄の帽子の男。その男が時を経て、突如アルコバレーノの夢の中に現れた。虹の呪いを解きたいかという問いに、リボーンは、ツナとディーノにある提案を持ちかける。ツナたちの活躍により、アルコバレーノの虹の呪いが解けてから間もない頃、ツナの元に、コロネロとラルミルチの結婚式の招待状が届く。 コロネロから早く彼女を作るように催促されたツナは、リボーンとビアンキから、優柔不断克服プログラムを受けることとなり、久々に死ぬ、気団を食らって、笹川強固に告白することになる。そして、リボーンから、最後の決断、ボンゴレの10代目になるかどうかを迫られる。以下は、週刊少年ジャンプ以外の媒体で発表された、作品。読みは、死ぬ気の炎。 死ぬ、気団死ぬ気丸、小言断頭により発生させることができる、ボンゴレに伝わる、超圧縮エネルギー。オーラより、密度の濃いエネルギー。死ぬ気の炎は、指紋や正紋と同じで一人数と縁が異なり、本人からの証明を示す死ぬ気の炎は、死援員と呼ばれている。二代目とザンクサスは、噴度の炎と呼ばれる円形の炎を使用する。 炎の強弱などもあり、七代目の炎は、歴代でも弱い部類だった模様。死ぬ、気段には、死ぬ気の炎を一時的に圧縮し吸収することができ、同じ素材で作られた、X グローブは、死ぬ気の炎を灯すことができる。炎の使い方次第では、炎の推進力によって宙に浮き自由に飛び回る、ことや、機械類の動力源にすることもできる。 未来編で初登場した箱を開けるのに使用するリングの炎と、ボンゴレに伝わる死ぬ気の炎は、厳密には同一のものではなく、ボンゴレの血縁に継承される炎は、大空の炎の一種である。箱に対して使用する死ぬ気の炎は、大空、嵐、雨、雲、晴れ、雷、霧の7種類があり、ボンゴレリングの7つの天候になぞられたものと同じ、名前であり、 7つの属性の炎は、大空の7属性と呼ばれている。各属性の炎は、それぞれ右に示す、特有の炎の色や性質を持っており、炎の色は、純度が高くなるほど色は鮮やかになり、高純度な炎ほど、属性の持つ特徴をより強く引き出すと言われている。また、一人が、複数の属性の素質を持つこともあるが、大抵の場合は、 波動の強い属性は一つのみで、残りは微弱であるとされる。また、大空の七属性の体となる大地の七属性の炎が存在している。現在、これらの炎を使用が可能なものは、シモンファミリーのみで、シモンファミリー以外がこれらの炎を使えないのかは、不明である。現在、大地、森、山、沼、氷河、砂漠の6種類の名前が判明している。 死ぬ毛の炎の強弱は炎圧で表され、出力の単位は FV。ファミリーに伝統的に伝わる特殊な効果を持った弾丸。また、アルコバレーノが使用することで技の記憶を伝承させることが可能であるが、それ専用の特殊弾が存在するのかどうかについては、作中で語られていない。また、その伝承には受け継ぐ側が弾丸に耐えることが必須であり、 死の危険が伴う行為である。作中においては、コロネロが両平に極限対応を習得させる際に使用された。沢田綱吉、極人隼人、山本武史、乱暴は、個々のページを参照。本作での必殺技は、対戦型格闘ゲームで言われる、必殺技に近く、単なる特殊な技や超必殺技など様々。 ボンゴレリング争奪戦 vs シモン戦対戦者は自らの誇りを宣伝し、誇りによって対戦方法が決定する。敗北した守護者は誇りを砕かれたと判断され、復讐者の牢獄に入れられてしまう。引き分けの場合は、両者とも誇りを砕かれたと判断され、両者とも敗者として復讐者の牢獄に入れられる。対戦が終了するごとに、 ボンゴレアイオとシモンコザーアートから託された7つの鍵の一つをボンゴレシモン領陣営に見せる。虹の代理戦争リボーンたちをアルコバレーノに変えたチェッカーフェイスが虹の呪いを解きアルコバレーノを一人減らすために開催した。アルコバレーノ同士が戦うことによっておしゃぶりが壊れてしまう事態を防ぐため、おのおののアルコバレーノが自分の代理を7人立て、 そのメンバーをチームとして戦う。メンバーは、ボス一人に、バトラー六人で一チーム。メンバーは、各自時計、バトラーウォッチを装着し、戦闘で、バトラーウォッチを破壊された場合、その人物は代理としての資格を失い、失格となる。チームリーダーの時計を、ボスウォッチと呼び、他のメンバーが何人残っていても、ボスウォッチが破壊されたチームは、 その時点で敗退が決定する。戦闘は、1日1回、開始及び制限時間は毎回ランダム。アルコバレーのは、基本戦闘できないが、アルコバレーのウォッチに向けて、プレゼントプリーズというと、おしゃぶりが外れて主回され、元の姿に戻り、戦闘に参加できるようになる。制限時間は、代理戦争全体を通して、合計3分間と決められており、 過ぎると強制的に元に戻る。途中で戻りたい場合は時計に、プレゼントストップという。呪いを解かれるものは一番、アルコバレーノとして貢献した者とし、その人物は、アルコバレーノとなった逆境の中、一番体念を積み、強くなったものつまり一番強いアルコバレーノという考えのもと、この代理戦争の理由となる。開催の真の目的は、時期、 アルコバレーノを選出するためで優勝チームを主として次期アルコバレーノにされる。未来編において10年バズーカによってつなりボーン、極寺、山本、京子、春ランボイピンクローム、ひばり、両平、バジルの計12人が飛ばされた未来の世界。正確には9年10ヶ月と少し後無数に存在する未来のうちの一つで。 それ以前に現代に訪れていた10年後の乱暴といい、ピン、20年後の乱暴がいた世界とは異なる未来。イリエによると、無数に存在する未来の中で唯一白ンに、世界征服されていない未来。現代から、この10年後世界までの間に、ツナは、ボンゴレ X 世につき、波成長の地下に、巨大なアジートを建設している。ボンゴレファミリーは、ミルフィオーレファミリーと、 間で、ボンゴレリングをめぐって、構想に突入している。10年後の設定はそれまでの物語と大きく異なる、部分も多いため、以下ではそれ以降登場した設定や用語などを解説する。リングかつてのマフィア霊明記に暗黒時代を生き抜くため、先人たちが闇の力と契約した象徴とされてきたもの。生成度というものがあり、リングの生成度ランクが低い場合、 リングや箱を使用した時に使用者の力が大きいと波動に耐えきれずにリングが砕けることもある。ボンゴレファミリーが代々受け継いできたボンゴレリング以外にもボンゴレリングと同等の力を持つマーレリングやわくきの強力な霧属性の炎を扱えるヘルリングなどのリングが存在する。リングは使用者の波動が通過するとそれを高密度エネルギーに変換して死ぬ気の炎を 生成し、箱を開けることができる。指につけている時だけでなく、首にかけている状態などでも、波動は伝わるようである。リングの種類は、ボンゴレリングと同じ7種で、炎の威力は使用者の波動を測る尺度である炎の純度に依存する。リングの属性と使用者固有の波動の属性が一致しなければ、リングに炎を灯すことはできず、 また、確固とした覚悟が必要であるとされている。死ぬ気の波動と覚悟の強さによって、純度が決定する。リングの炎が発見されたのは綱が10年後に飛ばされた頃であり、10年前の世界で、リングの炎について知る者は、マフィアの中でもわずかであった。リーノは、リングの炎を知っていた一人で、大空戦でのボンゴレリングの炎からたどり着き、ひばりに、 戦いの鍵として教えていた。リングは箱を開く目的で用いられることがほとんどだが、炎の強さによっては、リング単体でもそれなりの力を発揮することが可能であり、ガンマが雷のリングによるバリアで攻撃を防いだ。霊がそれに当たる。リングの炎は、所持している武器に宿らせることが可能である。宿らせられる武器は限られており、 また、リングと武器との相性も存在する。73、ボンゴレリング、マーレリング、アルコバレーノのおしゃぶりの、各7つ、計21個のリングの総称。生成ドランクは、すべて、A 以上。究極権力の鍵とされており、入江によると73の原石こそが、この世界を創造した石杖だと言われている。これらを集めることが白蘭の野望で、十三。 ポリシーを計画した。73のうち、すべてのマーレリングと5個のおしゃぶりは、ミルフィオーレファミリーが所有している。10年後の世界では、ボンゴレリングは、破棄されているため存在しないが、10年前のツナたちが、持ち込んだ、ボンゴレリングの回収を目論んでいる。ヘルリング死ぬきの炎が発見される以前より、存在した、6種類の、 霧属性最高ランクの呪いのリング。シロラン、イリエ曰くレアドアゴツホウシ。それぞれが別の呪いを宿しているとされ、使用者との契約により強大な力を享受すると、される。しかし、その力を得るための必要な契約とは、地獄との契約であり、その力を受けた者は、代償として、リング自身に、己の精神を食わせることとなる。 使用者の中には理性を失い、人格が変わってしまう者も,もいると言われている。温厚だった人物が凶悪な独裁者になった裏には、このリングが関係していたとされるなど、曰くつきのリングである。一つだけ原作では描かれなかったが、六道無クが瞳のヘルリングを呼び、名称不明のヘルリング、幻騎士が残像骨のヘルリングフランが666のヘルリング。 カビラのおじさんが、気配のヘルリングを所有していることが判明している。バリアーリングステルスリングギリ系の特殊なリング。気配を消すことができ、カメラなどの機器でも感知することができないほどの現実を作り出す能力を有している。原作では説明されていないが、アニメのオリジナルシーンで説明があった。ラルミルチが所有しているもの以外、登場しない。 カモフラージュリング切り系の特殊なリング。物体の存在をセンサーなどで把握されぬ、よう拡乱する目的で、主に使用される。指紋リング、指紋ファミリーが所有するリングで、他のリングとは違い、大地の7属性の炎を発する。罪を加えた状態で、リングの能力が発動すると、各属性の異なる走行が出現する。 作中に登場するリングの中で唯一10年後の世界では登場しなかった。箱リングによって生成された死ぬ気の炎によって開け箱することのできる箱。サイズは手のひら台でサイコロ状である。中身は箱の属性によって様々で戦闘を有利にするオプションのようなものが入っている。注入した炎の分だけ動き、切れると停止する。 なお、使用者の意思で、炎が残っている以内にかかわらず箱の中に戻る。死ぬ毛の炎、リング、箱の属性が一致しないと開け箱することはできないが、大空の炎を持つ者の,のみ全ての属性の箱を開け箱することができる。また、箱の性能は、死ぬ気の炎の純度に応じて引き出され、炎の出力が大きくとも純度が低ければ、 箱の力を引き出すことはできない。死ぬ毛の炎、リング、箱の属性が一致していても、リングの炎が弱いと開け箱できない箱もある。特殊な箱として、バッテリー箱という予備の炎を蓄えることができるものがある。4世紀前の生物学者、ジェペット・ロレンツィニが残した343ペンの設計書をもとに、アルコバレーノ・ノベルデが、 同じ秘密結社の仲間のイノチェンキー、K2 匹ヒヒと共に開発した。5年でプロトタイプを完成させ、生物を模したオリジナルの343の箱の、他に新しく、保存用、道具、武器の箱を発明、開発をしている。しかしこの兵器には、謎が多く、何百という偶然の発明なくしてはこの兵器は、できないとされている。10年後のヒバリは、 箱兵器について調べているが、知れば知るほど謎は深まるという。そして、ベルでは、非73戦により、死亡し、イノチェンティも謎の死を遂げる。唯一生き残っている計2匹は地下に潜り、新たな箱を闇の武器商人に流していると伝えられている。なお、炎の属性の効果は、すべての箱に当てはまるのではなく、一部の優れた。 兵器のみが属性の性質を活かした攻撃ができる。箱にはコピー可能なものもあり、また収納はできないが、箱兵器同様に炎を動力源とした機械や兵器も開発されている。箱の中には二次的に改造されたものがあり、通常の箱にはない力を持つが、致命的な弱点を持つ場合がある。具体例として改造した結果、 箱に収納できなくなったキリガントレットがある。アルコバレーの辺では、現代の世界にて試作品の箱が、ちょっと面白い新兵器として、マフィアの間で出回っており、ベルデがマーモンに箱兵器の実験を依頼している。現代の世界の箱は試作品で開発途中であるため、箱の大きさは10年後の世界のものよりも大きく、箱兵器の形を保てる時間は短い。 新六超家は、体に埋め込まれた箱を開け箱することで、自らの肉体と箱兵器を合体させ、それをシュラ開け箱と呼んでいる。シュラ開け箱は、箱アニマルの持つ特殊能力を人間自身の死ぬ気の炎の力で発動することで、箱アニマルの特殊能力をより強力に使用することができる。虹の呪い編では改良され、体内に埋め込まず、 普通に開け箱するだけで、修羅状態になれるようになったものが登場した。大空属性嵐属性雨属性雲属性バレ属性がミなり属性ギリ属性、属性不明、または、複数属性確認済みの箱その他単行本全巻、電子書籍化されており、一部は、以下の章立てで、カラー化されている。相田だ一、第一話大話吉田工事。 第168話頃から、第235話頃も三山優太、うた、第236話頃引く、標的293頃かなりけ標的294頃引く、標的,的4092006年10月から2010年9月25日まで、テレビ東京系にて放送された。全203話、未来編までが、アニメ化された。放送局は、テレビ、 東京系列6局と BS ジャパン、その他一部地方局。CS 放送においては2007年6月から ATX で放送されており、アニマックスでも2008年2月より放送開始。海外では台湾の台湾電子台及び韓国のトゥーニバースで放送。2008年10月4日からハイビジョン制作に切り替えた。本来の読みと異なる。 漢字表記や、綱たちが使う必殺偽名などは、字幕放送では、カタカナや、普通の言葉として表記されている。アニメーション制作のアートランドにとって同作は、初の全日大アニメかつ、制作委員会を含む、最初の制作に回った作品である。なお、この作品は、メインキャラクターや敵キャラクター問わず、舞台を中心に活動する役者や新人声優を、 多く起用している。原作とは、時系列やキャラクターの設定などが大幅に変更されている。また、日常編とバトル編では、サブタイトルコールの演出が異なる。国用編から、VS バリア編にかけては、エンディングと次回予告もしくはミニコーナーの間に、CE パートが挿入されることがあった。原作同様、アニメも、 初期の頃は1話完結型で進行していたため、1話に収めるために、原作の連続型でない話を2話以上融合させたり、大幅に描写が追加されたり変更になったことが多々あった。そのため、結末が原作と異なる話もある。バトルが中心となってからは、出血や過激なセリフなどは抑えられたが、連続型の形式になったことから、時折描かれる。 アニメオリジナルを除いては、原作の内容を忠実にアニメ化した話になった。基本設定、表現の変更点ストーリー内の変更点アニメ独自の設定オープニングテーマ、ドローイングデイズから標的26、ボーイズガールズから標的51、ダイブトゥワールドから標的73、88から標的101、ラストクロスから標的126、 イージー5から、標的153、ファニーサニーデーから、標的177、リッスントゥーザステレオから、標的203エンディングテーマ、同票から、標的12、ワンナイトスターから、標的29、エッコーアゲインから、標的38、フレンド。標的51、サクラアディクションから、標的62、フ フレンド、スタンダップから標的76、アメアトから標的89、サイクルから標的101、滑り台から標的114、桜ロックから標的126、スマイル4から標的138、青い夢から標的153、夢のマニュアルから標的165、グレーン8ストーリーから標的177、ファミリアから 標的190、キャンバスから、標的 203OBED リストサブタイトルは、原作と同様、数え方は、標的となっている。2006年2007年放送リスト2008年放送リスト2009年放送リスト2010年、放送リスト TXN での放送は、他の多くの全日対アニメと違い、エンドカードの差し替えが行われずにそのまま、放送されていた。 これは BS ジャパンでも同様となっていた。標的117で打ち切り。家庭教師ヒットマンリボーン DVD リスト主題歌ベストアルバム家庭教師ヒットマンリボーンオープニングエンディングテーマソングス VS バリアー編までのアニメ主題歌をフルで聴け。家庭教ヒットマンリボーンオープニングエンディングテーマソングスに。 家庭教師ヒットマンリボーン、オープニングエンディングテーマソングス3未来決戦編までのアニメ主題歌をフルで聴け。家庭教師ヒットマンリボーン、OP&ED、主題歌バトル決戦 CD 箱サウンドトラック劇、とも音楽は、佐橋俊彦が指揮、フェイスミュージックが演奏を担当。本作は、サックスなどの管楽器を駆使したブルース調のジャズから、 正当なクラシカル調の楽曲を中心に構成されている。未来編からは新たにシンセサイザー等で作られた楽曲が大半を占めるようになる。キャラクターソング、家庭教師ヒットマンリボーン、ボンゴレファミリー総登場。ボンゴレ式修学旅行、来る。は2009年、ジャンプスーパーアニメツアー2009で上映されたオリジナルエピソード。内容は修学旅行の話。 これに後編を追加したコンプリート版 DVD が2010年7月に発売された。集英社のボイスコミック、ボミックとして2010年12月にジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、2011年1月からボミック公式サイトで配信された。全4話。主な声優陣はテレビアニメ版そのままで原作の 継承式編を再現する。映像出演は青背景。ありがとうございます。